冷静にやっていきますから、はい、じゃあニコニコチャンネルちょっと右寄りですが、原田編集長の週刊誌欠席裁判を、特番ということで今日無料で、やっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。で今日はですね、山際すみおさんをお呼びしまして、こちらの本、すべては朝日新聞から始まった、この本もありますし、まあ、この朝日問題、従軍役問題に限らずね、ずっと報道していただいてますけれども、今回朝日の、一部訂正ということでちゃんとした謝罪をしてないというところですので、この辺ちょっと詳しくですね切り込んでいただきたいというふうに思っております。はい、で普段は週刊誌欠席裁判という週刊誌のネタというか記事をですね、花田編集長が、記事を取り上げて、この記事はこういう記事です、こういう記事はこういう記事ですというふうに、片っ端から切りまくるという番組をやっておりまして、それについて、毎週無料でやってるんですけれども、本日はその特番ということで、ゲストが来ていただいているということです。ですから普段もやってますので、今日初めて見た方は、お気に入りに入れていただいたらと思っております。それからツイッターの方もやってますのでフォローをお願いいたします。今週はもうとにかく合併後で週刊誌がないからね。そうですね、みんなお休みなんで、これ週刊朝日だけ、休みにここから出してるんだよ。そうですね、なんかここで少し売れるかなと思ってるらしいで中身がダメだから全然売れないと思います。姑息だったの、はい、これもでしかもこれ朝日何にも取り上げてないんだよ、この朝日のこの朝日のね従軍役問題、従軍役問題で唯一ね、田原総一郎さんがね、ちょっと田原総一郎の議論堂っていうコラムがあるんですけど、1ページの、これちょっと軽く触れてんだけどね、だけどね、ちょっと気に入らないなと思うんだけどね、その自分はね、私はもっと前に誤りを認めて訂正していたものとばかり考えていたと、朝日がね、だからそれはありえない、しかもね、それがここまで伸びたのは、報道機関にとって記事の撤回がいかに困難な作業かを示しているのだろうっていうのも、どうもなんか大変ね、妙だよ。だって間違いを改めると簡単なことでさ、調べればすぐ分かるんだから。だって毎月フィルで謝れ謝れって朝日にやってるわけですからね謝ってないに決まってるじゃないですかね、はい、ごにょごにょごにょっていうね、朝日には、しょうがないからと、ごにょごにょごにょっていう感じの記事でしたね、とにかくこの8月5日のですね、紙面を開いたらですね、仰天しましたね。その今までね、もうあれだけしつこくですね、産経新聞の畔蒜さんとかですね、あれをウイルなんかもそうですし、世論もそうだけど、その追及してきたね、その従軍慰安婦のその朝日のね、その誤報というか、その誤りをね、いきなりその見開き2ページでですね、検証すると。しかも肝心なその吉田誠二の証言とですね、それからその逓信隊との混同というね、重大な2点でですね、誤りをですね一応認めてるんだよね。この認め方いろいろありますよ、それはこれから山際さんにお話しいただきますけど、とにかくその認めてるんですよ。慰安婦問題どう伝えたか、読者の疑問に答えます。これには仰天しました。これはね、ジャーナリズムのね世界で非常に大きな出来事ですね。一面でもね、この編集担当の杉浦信之さんっていうのがね、慰安婦問題の本質直視をなんてね、これも後でいろいろ論議の種になるわけですけど、書いてですね、大々的にやったんでね、なんで今こんなことをやったのかとか、相当ですね、やっぱりこの中でもちょっと朝日も書いてますけどね、これもさまざまな疑問の声に答えるために私たちはこれまでの報道を点検しましたと。相当ですね、やっぱり朝日新聞にその疑問の声とかね、あるいはその朝日のファンはですね、なぜね、そのウィルとかウィルはバカになるとまで言ったんですよ、ね、そうですね、朝日を読むとバカになると、そこまで言われてなんで黙ってんだと、反論しないんだというの声がですね殺到したんだと思うんですよ。だからね、やりだした。しかもね、これ朝日がその6日の新聞でちょっと書いてんだけど、4月頃だったかな、九州で朝日の OB 会があった時に、OB の一人がね、立ち上がってね、追及したらね、その社長がね、今考えておりますと、その対応をね、っていうようなことをまあ言ってたというから、かなり前からですね、これ準備してたに違いないですよね。それがね、なんで今ね、出たのか。
ちょうどあの週刊誌が合併号だからね、出ないから、文春も新潮もこの時期を選んだといううがった見方もあるんですけど、これはまあそうじゃないです、そこまでは意識してないだろうと思いますけど、まずこの大枠の感想からですね、山際さんもずっとねこの本でもこう追求なさって、その全て朝日新聞から始まった慰安婦問題、それがですね、そのこの紙面をご覧になった、まず大きな感想からちょっとお伺いしたいですね。これその吉田誠二ですよね、はい、まあ、吉田誠二もその取り上げたことを、まあ、取り消してるわけですけど、もうこの吉田誠二が言ったこと、こう言ったことっていうのはもうあの国際的にはもう定着してるんですよね。定着しちゃってる。だからそこが大問題ですよね。そうそう、定着してるというのは要するに性奴隷だと、あの軍にね、あの慰安婦というのは日本軍によって強制連行されて、でその性奴隷にされたと、売春を強要されて奴隷扱いにされたと、その結果ですね、かなりの人がもう亡くなってると、ほとんどの人は生還できなかったと、いうことを言ってるわけよ、吉田誠二はね、それがもう国際的に定着してるわけですよ。アメリカの、アメリカの慰安婦費とか慰安婦像にその碑文があるわけ、碑文が、そこに書かれてるのはこの吉田誠二の証言が、吉田誠二が言ったとは書いてないけれども、元になってるよね、元になって形を変えて書かれてるわけですよ、日本軍によって20万人のアジアの朝鮮人を中心とする20万人ですよ、がその強制連行されて性奴隷にされたと、いうふうに書かれてるわけですよ。そこにね、いやこれね、アメリカ行ってアメリカで問題なのはね、そこに何がそのただ像を立っただけじゃないわけですよ、そこに子供、韓国系のアメリカ人なんかを連れて行って教育してるわけですよ、つまりね、日本人で日本はこんな悪いことしたというね、ヘイトを植え付けてるわけですよ。これその結果ですね、何が起こってるかというと、まあこれはあのあれなんですけども、具体的に統計とかなんとかないんですけれども、やっぱり日系人の、日本人日系人の子供に対するね、そのなんか嫌がらせとかね、そういうのがどんどん出てくるわけですよ。あのメラさんとかの訴訟でね、慰安婦像を撤去しようとされてる方のグループだとかがの人たちがあの訴えてる、あるいはそのグループを支援してるあの日本人が訴えてることっていうのはそういうことなんですよ。日本人の死刑に対する嫌がらせまでできてると、出てき始めてると、肩身の重い狭い思いをしてると、そこまで言って、つまり国際的に定着してるんですよ。そう、これアメリカだけじゃなくて、アメリカってなんでそんなね、慰安婦像とか慰安婦費が立ってる、それだけじゃなくてあれじゃないですか、あの議会で、議会で対日非難決議っていうのがどんどん行われてる、州議会が、あるいはカウンティーの議会で、なぜそうなってるかというと、それは理由があるんでね、2007年、これは第一次安倍政権の時でしたけど、第一次安倍政権の時にそのマイク・ホンダ決議というのがアメリカの下院で決議されてるわけで、それは対日非難決議なんですよ、日本が慰安婦を強制連行して、でほとんどの人はやっぱり生還できなかったわけで、それはその基礎、討議資料になったのはあの吉田誠二の証言なんですよ。そうです。それでその性奴隷っていうね、言葉をね、定着させたのは、まあ、国連の人権委員会で、そうなんです、クアラスアミ報告っていうね、インドネシアの女性のね、があって、それが、まあ、その定着してるわけですよ、でもそれも元になったのは吉田誠二のこの証言なんですよ、でその吉田誠二の証言を大々的に取り上げて、大々的に持ち上げてきたのが朝日新聞なんですよ。そういうことです。それ16回もね、こう取り上げてね、いろんな形で人欄で取り上げてね、褒めてみたりね、いろんな形で取り上げてきた、それが、こういう結果を招いてるわけですよ。そうです。だから、それでそれについて吉田証言がいかにデタラメかということはですね、これはもうその散々なんていうか、もう検証されてるわけです。検証されてみんな知ってることなんですよ。彼が専門家というか、ね、少しでもこの問題に関心がある人、83年にね、私の戦争犯罪朝鮮人強制連行という本を出して、その数年後に韓国語に訳されて、で韓国でもそれが売られたわけですよ、ところがさ、韓国の最終新聞、最終党のね、吉田誠二は最終党で205人の女性を駆り立ってたと、自分たちがね、こういうことを言ったわけでしょ。その最終新聞の記者がおかしいと、そんなことあったのかと思って徹底的に取材をしたら、もう全然それは証言ないし、ない
あるいは共同地価の女性の共同地価がですね知られてもない、うん、その後ですね92年か、うん、に畑彦彦さんもですね、うん、行って調べた、うん、ないそうそうそう、もうね全部ねそのないことはね、はい、なかったってことはね、うん、こうもう立証されてたんですよ、はい、にもかかわらず朝日はこれを全然その撤回もしないし訂正もしなかったんだよ。だからこういう結果を招いてるわけですよ。こういう結果を招いて、うん、今度あれで32年ぶりに32年ぶりの8月5日にこういうのをまとめて、うん、その特集で発表したんだけれども、うん、でそこでその吉田証言を取り消してるんですけれども、順番にいきますこれは、ええ、それでね、うん、まずね、うん、この一面でね、うん、その編集担当の杉浦信之さんという人がね、うん、ヤンフ問題の本質を直視をと、うん、こういう記事を書いてるわけですよ、うん、これはデタラメです。これどうですか。いやこれは要するにこれをまとめて書い、うん、特集で組んだんだけれども、うん、これ謝罪してないわけですよね。謝ってないわけですよ。これでお詫び、うん、すいませんという言葉一、うん、つないわけです、うん、この、うん、これ2日間にわたってやってるんですね、うん、実は5日と6日で計5ページにわたってやってるのに、その中どこを見てもすいませんという言葉がない、お詫びという言葉がない、うん、訂正しますという言葉がない、うん、これ一部ですね、はい、一部こう取材の裏付けを取らなかったのは反省しますというふうに書いてある。これがねすごくおかしいのはね、うん、まずね、うん、そのこの問題は1990年代初めにクローズアップされ、元慰安婦が名乗り出たのをきっかけに議論や研究が進みましたと、うん、ね、うん、これなんか吉田政治の世の字も出てこないわけで、うん、でネット上一部の論壇やネット上には慰安婦問題は朝日新聞の捏造だという言われなき批判で、これは朝鮮上逆に朝日がね、うん、読者に叩きつけてるというか、うん、もう我々ネット民に対してね、まああれいや花さんは違うかもしれないけど、言われなき私なんかネット病ですよ。言われなき批判が起きていますと。これ稲織です。稲織しかもね、うん、元ヤングの記事を書いた元朝日新聞記者が、これはまあ上村隆のことだけど、うん、名指しで中傷されるですよ、うん、ね、うん、とか言われなきとか中傷されるとかさ書いてね、しかもね、その慰安婦問題に光が当たり始めた90年代初め、研究は進んでいませんでしたと、うん、私たちは元慰安婦の証言や少ない資料をもとに記事を書き続けました、うん、そうして報じた記事の一部に事実関係の誤りがあったことが分かりましたと、うん、問題の全体像が分からない段階で起きた誤りですが、裏付け取材が不十分だった点を反省します、うん、そこだけの反省しますね、うん、一言入ってるだけなんですよ、うんうん、こんなの言い訳にならないでしょ。それでね、うん、そう書いた挙句にですね、慰安婦問題は捏造という主張や元慰安婦に謝る理由はないといった議論には決して同意できませんと、ね、で戦時下での女性に対する性暴力をどう考えるかということは、うん、今では国際的に女性の人権問題という文脈で捉えられています。慰安婦問題はこうした今日的なテーマにもつながる。要はてめえたちが間違えたことを差し置いてたね、これはその慰安婦問題は女性の人権問題だとにスライドさせようっていうね、それね、論点のすり替えですよ。完全な論点のすり替え、すり替えなんだよ。これなぜ論点のすり替えかというと、さっき私が言いましたように、うん、現にアメリカのね、慰安婦碑だとか慰安婦像、はい、それからソウルの慰安婦像なんかでも書かれてるのはね、うん、強制連行だと書かれてるわけですよ。そうです。別にあの強制性というかね、うん、痛ましい状況下で女性の人権が踏みにじられたと、うん、そんなこと書いてるわけじゃないんです。強制連行されたと、そしてほとんどの人は生還できなかったと、はい、そこまで書かれてるわけですよ。だからこう完全なそれを言ったのはね、うん、それをなぜそういう風になったかというと、これ吉田政治を大々的に取り上げたってことなんですよ。そうです。これでね、うん、花さん、これ吉田政治がどんなにですね、うん、このそれびっくりするような証言なんです、うん、それでどっかでね、うん、あのこの視聴者の人たちがネットで調べてもらいたいんだけどね、はい、それはすごいこと書いてるわけですよ。それは朝日新聞に出てたわけだ、うん、例えばですね、まあ、それは本当にひどいことを言ってるわけですよ、うん、あの強制連行というのがどういうものかと彼が言ってるんですね、うん、まあ、例えばそのもういくつもあるんですよ。それがね16件とか十数件 あったわけですよね、うん、いくつもあるんだけど、例えばですよ、うん、例えば一つだけ短くちょっと引用してみるとですね、うん、例えばですね、その朝鮮のですね、あの朝鮮の韓国の最終島に行ってですね、うん、それでその吉田政治という男が最終島に行って、で、まあ、そこの女性をですね強制的に連行したと言うんですけど、私たち実行者が10人か15人山口県から朝鮮半島に出張し、
その道のその地域の警察部を中心にして総督府の警察官50人か100人を動員しますと、まあ警察官を動員して一緒に行ったと、はい、そして警察官の護送トラックを5台から10台準備して5台から10台準備したとトラックをね、はいはい、計画通りに村を包囲して、うん、突然若い女性を全部道路に追い出し包囲しますと、うん、女性を全部追い出しちゃって村からですね、うんうんはい、追い出して包囲したと警察官なんか、そして従軍慰安婦として使えそうな若い女性を強制的にというか事実は皆木刀を持ってたと、うんうん、から殴る蹴るの暴力によってトラックに詰め込み、村中がパニックになっている中を一つの村から3人5人あるいは10人と連行していきますと、そして直ちに主要都市の警察署の留置場に入れておいて3日か5日の間に予定の100人あるいは200人の人数を揃えて朝鮮の鉄道で釜山まで運んで、釜山から幹部連絡船で下関へ運んだのですと、こういうことを書いてるわけですよ。これを何度も書いてるわけだ。すごいでしょ。いやだってさ頭おかしいよこんなことね、はい、僕は不思議と思うのはね、これを読んでね、これでね、今回のね、あの釈明の中にはね、うん、あの非常に合理的な話だったとか書いてあるんですよ、うん、あの当時の記者が、うん、バカですね、合理的な話だったんで、うんうんうん、整然とした話だったんで、うん、嘘だと思わなかったなんて書いてるわけですよ、うんうんうん、ね、うん、おかしいんだろ、こんな今私が読み上げたようなことをね、うんうん、いい話をしてるわけですよ、強制の木刀でみんな取り囲んで、うんうん、女性を追い出してトラックに連れ込んで、中にはトラックに連れ込んでて、そこへ日本 の兵隊がね、そうそう飛び込んでいって、うん、つまり強姦連行してると、ね、そんなの当たり前だったみたいなことも言ってるわけですよ、うん、そんなのを読んでね、うん、おかしいと思わない、合理的だとおかしいと思わないことが全くおかしいわこれ。それで、うん、強制いや家族が反対しないじゃないですか、うん、強制連行について、うん、じゃあ今回の、うん、読者の疑問にどう答えてるかというと、うん、日本の植民地だった朝鮮や台湾では軍の意向を受けた業者が良い仕事があるなど騙して多くの女性を集めることができ、うん、軍などが組織的に人さえのように連行した資料は見つかっていませんと、ね、見つかってない、うん、で一方インドネシアの日本軍の占領下にあった地域では軍が現地の女性を無理やり連行したことを示す資料が確認されています。共通するのは女性たちが本人の意に反して慰安婦にされる強制性があったということです、うん、またここでね、はい、強制性なんて言葉を持ち出してですね、はい、朝日 その拡大解釈のずるい手法なんだけど、はい、要はですね資料見つかってないんだよ、はい、はっきり言って、はい、でインドネシアのケースは確かにその軍がオランダ人の女性をね、集めてですね、はい、そのイヤホンにしたということはあったんだけど、それは直ちに軍がその段階で罰してるわけですよ、そうですね、彼ら。 そうですね、そして戦後 BC 級戦犯といって処刑もされてる、はい、で要するに直ちに罰したということはですね、はい、日本の軍の規律がですね非常に厳格だったという逆の証拠なんだよ、これ、はい、そういうことですよ。そういうことがなかった時にそういうことがあったから罰せられたわけですよ、はい、彼らはね。だからこれ全然ねデタラメなので、強制性があったと、ね、要するにこれいつもね朝日が使う手ですよね、はい、要するに強制的に連行したと言っておきながらですね、そこが否定されると今度強制性があったと、うん、それはねその売春婦に、ね、うん、なる人たち喜んでなる女性でももうそうっていないですよ、はっきり言って、はい、いや家が貧しいとか親のためとか売られてるとか、はい、いろんな形でなるわけで、それは本人の意に反してに決まってるじゃない、はい、本人が喜んで意に反してる人たちもかなりいたでしょ。いやほとんど意に反してますよ。ほとんど意に反してますよ。だってそうじゃったら喜んで売春婦になる人いないんだよ。いやただこれもう分かりません、この場合も高級売春婦だったという事実もあるんですよ。お金になると思ってた。そうそう、まあその給料が300円とかね、はい、あの当時その大卒の給料が20円の時代にですね、300円とかで募集してるわけだから、そういう証拠もあるけど、はい、だからそれはまあ、言った人もいるかも。でもそれだってさ、自分がその楽するためとかさじゃなくて親のためとかそういうんで行くわけですよ、大体はね。だから強制性ってのはね、それはその何でもそうなんだよ。これねあれの時もそうなんだよ、沖縄のね、はい、あの集団自衛隊の時も初めに、ね、強制だって言ってたのに今度はね軍の命令だったのにね、今度はその、そういう強制性があったぐらいの話にだんだんすり替えてくる、はい、沖縄の集団沖縄の自衛隊ですね、うん、でね、これね強制性を問題にしてるというのはね、うん、これは両親義明さんというね、そうそう、中央大学の教授がいるんですよ、はい、この問題で、はい、まあ左翼でですね、つまり強制連行があったということをずっと主張し続けている、うんうん、その人がそういうことを言ってるんですよ、うん、いや
あの、つまり強制連行はなくても強制性があったんだから問題はない、河野談話についても強制性を認めてるんで問題ないんだということをしきりに言ってる、つまり論点のすり替えをですね、あのずっとやってきたんですよ。でこれそれをね、ここへ来てね、あのずっと朝日新聞打ち出した。で朝日新聞が卑怯なのはね、この、その、この論点のすり替えをですね、あの第一次安倍政権の時からやってましてですね、でその時にその要するに強制連行、安倍さんが安倍政権、第一安倍政権ではその閣議決定をしてですね、あの河野談話でいうところの、その人さらいのような吉田政治が言うようなですね、強制連行はなかったという閣議決定をしてるんですよ。でそれに対してですね、あの朝日新聞は攻撃をしてですね、そんな強制連行があったとかないとか、そんなことを問題にしても仕方がないと、大事なことはね、大事なことは女性の人権が踏みにじられたと、今回と同じこと言ってるんですよ。すり替えてもすでにずっとすり替えて、自分たちはですね、こんな大問題になって自分たちが火をつけたことがですよ、韓国に火をつけ、国連に火をつけやったことがね、国際的なもの、日本の外交問題で日本が苦しめられた、こういう大問題になってるのに、その訂正、謝罪訂正はしないままにですね、問題をすり替えてまた再びここで、すり替えてるわけですよ。とんでもないことでね、本当にとんでもないことだと思いますよ。それでさっきも出ましたけど、次はその最終党での連行だよ、これはその吉田政治の証言だよ、まさに、ね、最初は強制連行について今言った、強制性はあったとかなんか言ってる、最終党での連行、これについてはですね、東京社会部の記者は産経新聞の記事の掲載直後、デスクの指示で吉田氏に会い、裏付けのための関係者の紹介、産経がね、批判したわけだよ、でその愛ね、裏付けのための関係者の紹介やデータ提供を要請したが、拒まれたというと、ね、吉田に拒まれたからもう、それでね、今年4、5月、最終党内で70代後半、90代の計約40人に話を聞いたと言ってんだよ、ことに、ね、強制連行したという吉田氏の記述を裏付ける証言は得られなかった、これね、さっき言ったように、もうその90ね、80ね、あの9年の段階で、その最終新聞の、ね、最終新聞の記者もやってるし、その後ね、92年に畑さんもやってるし、92年、やってるんですよ、ところが、ところが断られたって、今年になってね、最初と言ってると、今年になって、それでもうみんな年取っちゃってるからね、70代90代の人たちに聞いて、はい、何も40人に聞いたけど何もやられなかったと、だからね、これね、うちのね、あの編集部の女の子が言ったけどね、よくね、その嘘をつく人が出てこなくてよかったですねと、もし韓国のね、なんかちょっと悪い奴がいてですね、はい、いや私やられましたと、こうやれたらもう朝鬼の首取ったようにやってたんですよ、ね、これはね、ウイルの編集部のね、あの人が教えてくれたんだけどね、これでその要するにね、この時代は最初に畑さんがですよ、 その92年頃というのは、まだその戦争を知ってる人が健在だったんですよ、あの当時あの終戦の時に 30ぐらいの人は70いくつか、ね、まだ80になってない、だ健在だったら多くの人だから、こんなことはないよと、こんなバカな吉田証言みたいなことはないよということをですね、みんな分かってたわけですよ。だから朝日新聞で変だと思った人も実はたくさんいたわけですよ、そういうね、おかしいじゃないかと、そんなのはありえるはずがないという当初というか、抗議が殺到してたんですよ。それについて朝日が答えた、それに対してね、朝日がね、答えてるんですよ。どういうふうに答えてるかという、やっぱりね、歴史に目を背けるなと、逆に説教してるわけだ、どういうね、説教してるかという、いやもうちょっとすぐには出てこないんですけどね、ともかく歴史から目を背けるわけにはいかないと、その誰だってね、見たくないことはあるんだと、しかしね、そのきちんとその目を直視しなければね、あの歴史を引き継ぐことにはできないんだと、そういうことなんですよ、歴史に目を背けるなということを言ってるんですよ、いやそういうことなんです、自分たちがね、おかしいというその抗議に対してですね、きちんと裏取りもしないでですね、しようともしないで、逆に読者を説教してたんです、知りたくない、信じたくないことがある、だがこの思いと格闘しないことには歴史は残せないと、本当なんですよ、こんなこと論説員が書いてるんですよ、ふざけるなっていう話ですよ、それ一回じゃないんですよ、他にも書いてるんですよ、歴史から目を背けないと、例えばですね、いや、あれで恥ずかしくない体験は、
誰でも思い出したくないものだと、うん、しかし戦争という特異な状況のもととはいえ、うんうん、植民地支配下の朝鮮から多数の人々を借り出し、男性には労務や兵役を、女性には兵士の慰安という役割を強要したのは、うんうん、たかだか半世紀前の我が国であった、うん、この事実の思いは私たちが追い続けなければならない、うん、歴史から目を背けることはできない、うん、説教してるんですよ。そうなんだよ、説教してる。この上から目線は何ですか。だってね、これね書いてんだよね、要するにねそのひどすぎるでしょ。朝日新聞が吉田氏について確認できただけで16回てめでも認めてるよ、記事にしたと、うん、初掲載は82年9月2日の大阪本社市大阪本社長官社会面、大阪市内での講演内容としてね、吉田氏の、うんうん、吉田のね、うん、最終党で200人の若い朝鮮人女性を借り出したと報じたと、うん、執筆した大阪社会部の記者は、うん、講演での話の内容は具体的かつ詳細で全く疑わなかった、ね、これ今66だからさ、はい、これがその80人だと何年前だい、30年以上前でしょ、うん、だから30歳ぐらいだよねこの人、うんね、30歳ぐらいだったらそんな戦争も知りませんよまだ、うん、戦争中のことなんだ、うん、じゃあ疑わなかったっていうのはね、分かんないねこれね。それでその畑さんのそういう疑問が出た後にさっき吉田氏にもう一回連絡して、うん、いやその、断られたと、断られたと、うん、断られて終わっちゃってるわけ、終わっちゃってる、うん、どうなんじゃない、断られてから取材が始まるんだよはっきり言って、うん、そして今になってね、吉田氏は著書で43年5月に西部軍の動員命令で最終党に行き、その命令書の中身を記したものが妻の日記に残っていると書いていた、うん、しかし今回吉田氏の長男に取材したところ、妻は日記をつけていなかったことが分かったとかね、うん、それからそんな今度は殿村大という、東京大准教授の話を引用してね、吉田氏が所属していたという労務報告会は厚生省と内務省の指示で作られた組織だとし、指揮系統からして軍が動員命令を出すことも職員が直接朝鮮に出向くことも考えづらいと、うん、こんな職員これで当時取材しろよと、はい、はっきり言って、それで結局読者の皆様へというところではですね、要するに、吉田氏が最終党で慰安婦を強制連行したとする証言は虚偽だと判断し記事を取り消しますと、当時虚偽の証言を見抜けませんでした、最終党を再取材しましたが証言を当たり前に裏付ける話は得られませんでしたと、研究者への取材でも証言の核心部分についての矛盾がいくつも明らかになりましたと、明らかになったから記事を取り消すからどうなのと、記事を取り消すすみませんじゃないのと、これはっきり言ってこれでね、これ花さん、記事を取り消し出すますだけだよ。なるほど。これ慰安婦問題ではこれがやっぱりね、一番そうですよ、あれなんですよ、畑郁彦さんが一番ね、原因がある本なんですね、はい、うん、これ何でしたっけ、慰安婦と戦場のせい、新潮選手から出てた、うん、これはもうここでね、僕は面白いと思ったのはね、この本の中で畑さんはね、はい、実はこの現地に行って採集島に行ってですね、調べただけじゃなくてね、うんうん、この山吉田誠司というのがどういう男かということもこの本の中で調べてるんですよ、ね、このライフストーリー、うん、これもう謎だらけなんですよ実は、うんうん、謎だらけっていうのは、うん、得たいわけがわからないんですよ、うん、で今度は、まあ、朝日新聞でですね、うん、もう亡くなってる、2000人亡くなってるようなんですけど、うん、で要するに例えば何が不思議かというとですね、うん、この名前だけでもいくつも使い分けてるんですね、うん、名前、はい、これ吉田誠司って言うけど 本名はですね、うん、吉田優斗というのかな、はあ、それで別名は東司とか英司だとかですね、うん、いくつも使い分けてる、うん、通名みたいな、ね、うん、そうそう、うん、通名と言えるかどうか分からないですけど、うん、それでその本籍はですね、本人は下関だと言ってたんですが、実際は福岡県、この本の中に全て出てることをちょっと今私喋ってるんですけど、それから戦前には2年間にわたる、戦争直前にはですね、2年間にわたる入国経験があると、うん、それもなぜ入国したのかということもはっきりしないんですが、そういうものもあると、うん、それから自分とですね、年齢の違わない、朝鮮の人をですね、はい、養子として入籍していると、うん、あ、そうなんですか、わずかしか違う、こう入籍してるんだけど養子としてです、ね、入籍して、ところがわずかしか年齢が数歳しか違わないのと、うん、その人には朝鮮名じゃなくて差別されちゃ悪いからというんで別名を名乗らせてるんですよね、うんうん、はい、その人も戦死したということになってるんですけど、実際は戦死してないとか、うん、まあ、ともかく謎だらけの、うん、人間だと、うん、
まあ、そういう背景があるわけです、うん、要するにだからそういうそのライフストーリーを持った人たちがですね、うん、実際にどういう人かわからないんだけども、うんうん、あ、それでその後ですね、あの戦後の職業も一切本人は語ってないし、うん、ただ分かってるのはですね、あの共産党からですね、うん、下関市議会に立候補して落選してるとかですね、そうなんですね、それからあの日ソなんとか協会の役員をしていたとかですね、まあ、そういう人なんですよ、工作員近いノリじゃないですかね、これこれをね、その今回のこの慰安婦問題にこの吉田政治がどういうふうに関わっていくかというと、実はね、あの週刊朝日にですね、あの週刊朝日でデビューしてんですね、週刊朝日がですね、私の8月15日という読者の応募式があって佳作に選ばれてるんですよ、これその中ではですね、うん、吉田東司という名前を、その変名を使ってるんですけど、うん、それ出てるんですよね、うん、その広告が残ってるんですよ、うん、今でもね、うん、で吉田東司っていうんですけど、吉田東司が、うん、私の8月15日という応募式で佳作に選ばれてるんですが、うん、その中ではまだ慰安婦狩りというのを言ってなくて、言ってないですよね、あの労務者のね強制連行、うん、これもどうも嘘らしいんですがね、うん、あのつまりあそこ向こうへ行ってあの連行することありえないことだと、うん、この人はね、うん、あのまあそういうことが書いてある、うん、ですから、まあ、畑さんの見てこの見立てというのは、この本の見立てというのはね、うん、吉田政治についてはそういうあのまあ、あのそういう労務者の動員なんかをやってたのは事実のようだと、うんうん、で その中での見聞からですね、うん、妄想をですね少しずつ膨らませて、最初は朝鮮からのその労務者の動員、うん、そして次に慰安婦のあの強制連行と、いうふうに発明してきたんです、ね、そう発明して、ね、次々と発明して、おだてられて、いやいや、だから朝日が持ち上げるから、いい気になっちゃった、いい気になっちゃったわけですよ、ちやほやされるからね、そう、すっかりいい気になって、講演会やって、うんうん、あの、講演料を稼げるようになってきたから、うん、どんどんフィクションをどんどん重ねていって、うん、いろんな発明していったっていう、うん、ネタを変えね、ここまであの、ね、持ち上げられて、朝日新聞に持ち上げられて、はい、すればね、うん、おかしいというとことになりますよ。それはあのイヤホと同じだよね。イヤホの人たちだって一人暮らしてたのにさ、いきなり引っ張り出されてる。いや、まあ、そうでしょ、はい、で、その、なんだ、あの、振り付けなんかされてさ、こう言いなさい、あやめなさいと言ったとおり言ったらさ、チヤホヤされるから、みんなその気になっちゃって。おいで、花野さん、チヤホヤしたのは、そのね、うん、朝日新聞だけじゃなくてね、その、うん、吉田証言を使ったのはね、うん、例えば、家長三郎って有名なね、あの、裁判の、そういう長裁判の先生がいて、うん、その中の、あの家永三郎が書いている戦争責任という岩波書店から出ているですね、こういう小さな本ですけれども、その中にはもう4ページにわたって延々とこう吉田証言が引用されたりするわけですよ、ね、それから高木健一という有名な弁護士がいるんですよ。高木健一はどういう人かというと、慰安婦をね、福島みずほなんかと一緒に探して、インドネシアに福島みずほ行ったことか知らないけど、例えば朝鮮に韓国に行ってですね、慰安婦を探し出してきて日本政府を訴えさせた人ですよ、高木健一さん。そうそう、高木健一さんはですね、やっぱりその従軍慰安婦というその、従軍慰安婦戦争保障という三一書房から出てる本の中でですね、こう吉田政治証言を延々と使ってるわけですよ。福島みずほ逃げまくってますからね。いや、福島みずほなんかはね、あれですよ、その慰安婦をね、初めて日本に連れてきて、はい、その時もうその慰安婦が初めて来たっていうんでね、テレビ局もチヤホヤするわけじゃない、はい、そうすると、うん、その局に行ってですね、楽屋でですね、ああ言いなさいこう言いなさいって振り付けをしてですね、指導をして、それで出してたんですよ。だから責任重大なんで、本当ははっきり言ってね、ちゃんと出てきてね、釈明してほしいよね、うん、はい、ついですけど、はい、その時はね、いや、その軍関与を示すし、軍が関与してたと、ね、軍関与してたっていう、これをスクープがあったよ、1990年1月11日朝刊朝日の一面トップで、軍関与しよう、ありました、はい、はい、ところがそれから吉見京吉見京が見つけた、ね、たと、はい、ところがこれは全くさ逆だったんだよね、うん、要はその無法なことが行われてるから、うん、もうちょっとちゃんと軍が関与して取り締まりなさいと、うん、こういうこと、はい、こういう内容だったの。ゼゲンというブローカーがね、軍の名前を語って、女性たちを強制連行するようなことがあっちゃいけないから、そういうことを取り締まれという、取り締まれという、うん、その指令だったですね、うん、これを全然逆にとってね、うん、そういうのを、逆でしたっけ、逆ですよ、だから軍関与を示す資料が出たと、軍が関与してたと、こういうのが、要するに、従軍慰安婦にね、軍が関与してたと、こういう論調で書いたわけです、これだと逆なんだ、全く。ね、だからこれについてはね、その記事は記者が情報の詳細を知った5日後に掲載され、でこれを書いたがために、うん、
その当時の宮沢内閣でですね、が慌てちゃってですね、宮沢さん、その後、いつか後かなんかに韓国行ってですね、何回もペコペコ謝ったと、その後この談話につながっていくわけですけど、ところが記事は記者が情報の詳細をした5日後に掲載され、宮沢首相の訪韓時期を狙ったわけではありませんと、ね、狙ったわけだと思うけど、政府は報道の前から資料の存在の報告を受けていました。韓国側からは91年12月以降、慰安婦問題が首相訪韓時に懸案化しないよう事前に措置を講じるのが望ましいと伝えられ、政府は検討を始めていましたと。要するに、宮沢が誤ったこれ原因の一つになっているとこういうふうに言われてるんだけど、そうじゃありませんと、まあ、こういうことを言ってるわけだな、この軍艦用で。この軍艦用のスクープっていうのも、その全くのデタラメだったんで、これでね、私一言いいですか、はい、軍艦用のその吉見さんのそのスクープですね、これあれに次ぐスクープですよ、上村隆の、はいはいはい、その金学順さんの、順、はい、カミングアウトに次ぐスクープですね、うん、でこのスクープで問題なのはね、うん、この原稿の最後にどういうことを書いてるかというとね、うん、要するに従軍慰安婦というのは、うん、挺身隊名で強制連行されたということをはっきり書いてるわけですよ、うん、これ私腹立つのはね、強制連行されたと、女子挺身隊名で強制連行されたのが従軍慰安婦だと書いているのに、これは今回の、特集というか、うん、あの取り消しだと対象になってないんですよ、うん、強制連行されたとはっきり書いてるんですよ、ところがそれはあの取り消しの対象になってないと、うん、だからそういうのはいくつもあるんですよ、巧妙にね、一個一個ね、汚いんですよね、記事が、とにかく、はい、それから次はですね、次はですね、要するにそのこれがまた問題なんだよね、要するにその女子挺身隊との混同、要するに女子挺身隊としてこれはね、大問題、駆り出されてヤンホンにされたと、こういうんでしょ、でもそれ女子挺身隊と全然別のものなんですよ、女子挺身隊もちろんいますよ、それは工場に動員されたりなんかして挺身隊だけど全然違うものなのにそれを混同して書いてたんだね。それでここはですね、どう言ってるかというとですね、女子挺身隊は戦時下で女性を軍需工場などに動員した女子勤労挺身隊を指し、慰安婦とは全く別ですと、当時は慰安婦問題に関する研究が進んでおらず、記者が参考にした資料などにも慰安婦と挺身隊の混同が見られたことから誤用しましたと、ここに書いてるんだよ。これね、昨日西岡智さんに聞いたんだけど、これ嘘なの、要するにね、これ以前のね、いろんなその本があるじゃない、それを慰安婦に関する、そこにはですね、女子挺身隊との混同は一切書いてないよ、朝日の記事が出た後に出た本は混同してて書いてるのがあるんです、だから、ね、全然これデタラメなんだ、朝日の発明かもしれないです、挺身隊って言葉がぴったりだと思って、持ってきたのかもしれない、全然ね、いやただね、うん、あの松井弥生さんなんですね、そうそう、うん、松井弥生さんって言いましたよね、はいはい、昭和天皇をね、慰安婦で裁いた国際女子法廷なんていう茶番劇をやった、うんうん、朝日新聞の元記者です、うん、この人が1984年ぐらいに書いた、うんうん、あの記事を読むと女子挺身隊と、うんというような言葉も使ってたりですね、かなり古いの、古くから使ってた形跡がありますね、うん、ただこの女子挺身隊というのはこれはもうともかく誇り高い女性たちです、要するにね、あの銃後を守って、そのみんな男たちが戦争に行って国を挙げて戦ってたわけですから、だから私のその親戚とか皆さんの視聴者の方の親戚なんかでもみんな女子挺身隊、女性はですね、特に若い女性は女子挺身隊で動員されて働いてたわけです、みんな凛々しい国を持って一生懸命働いてた、そういう女性とそのこれを混同したっていうんだけど、いやだから彼女たちがね、うん、売春だったのかと慰安婦だったのかと、こう誤解されちゃうんだよ、ね、これはとんでもないんだよ、だから混同では全然済まない話ですよね、済まないですよこんなの、うん、混同が見られたことから誤用しめただってね、それは ね当時はまだね、うん、そのさっき山根さんも言ったように、うん、戦争に行った人たちがたくさん残ってた、戦時中を知ってる、はい、だから挺身隊と慰安婦が全然別物だ、おかしいなと少なくとも思うわね、知ってるわけですよ、みんな書き込みもすごい出てます、だからちょっとね、うん、聞けば分かる、俺たちだって知ってる、おばあちゃんもそうだったから分かる、そう、分かるんだよ、そうだみんなそうなんだから、出た段階すぐに違うというのは分かった、それでこのね、梅村はね、じゃあ若くて知らなかったと、うん、かもしれないけど、朝日新聞にはね、年取った人たちもいたわけだよ、そうデスクなりさ、編集長だね、局長なりが、こいつらが分かんなかったのかと、これでね、この花田さんが先日ね、うん、読売テレビ
ですか、うん、出てですね、このヤンプの問題でも、はい、なんていうか、大活躍されたんですよね、指南されたんですよ、うん、朝日新聞の出演をね、うんうん、これその中でね、うん、一緒に隣に、花さんの隣に座ってたですね、うん、前川圭司さんというね、うん、朝日新聞の記者が、ね、元ソウル都会、うん、元ソウル都会の前川圭司さんは、産経新聞の取材に対してですね、うんうんうん、低身体とヤンプが違うことは、うんうん、戦時下の日本のことをちょっと勉強すれば常識だと、そうだよ、すぐに訂正が出るだろうとその当時思ってたと、うん、こう言ってるんですよ、うん、朝日新聞だって知ってたんじゃないかと、そうなんだ、それでね、あれが一緒になった黙ってたわけです、ね、一緒になったがためにですね、ほら慰安婦の少女ってあるじゃない、はいはい、ね、あんなさ少女をさ慰安婦にするわけないんだよ、はっきり言って、そうでしょ、それがああいうどうになってるわけじゃん、はい、それはね、要するに90年1月の宮沢市長の訪韓直前、韓国の通信社が国民学校に通う12歳の朝鮮人少女が低身体に動員されたことを示す学籍簿が見つかったとする記事を配信、日本は小学生までを慰安婦にしたと誤解され対日感情が悪化したと、こういうあれがあるわけですよ。だからそのこれは低身体なんだから、例えば12歳の少女動員されたかもしれない、知りません、そうです、だけどそれが慰安婦になっちゃってるわけで、ああいうゾーンになっちゃってるでしょ、とんでもない話なんだよこれ、はっきり言って、でここだってさ、その誤用しましたって済ましてやってるんだ、じゃあこれ訂正してないわけでしょ、してないんですよ、訂正でも誤用したとか書いてた、慰安婦とは全く別ですなんて一言みたいに書いてさ、誤用しましたって、何だ誤用した、今サムソンのだから間違いだったから訂正して謝罪して訂正しますというのは本当じゃないですか、間違ったから謝罪して訂正しますと書いてない、ただ誤用しましたと、それであれにもね、データベース、朝日新聞のデータベース見るとね、この記事なんかの後ろにですね、誤用しましたと書いてるんですよ、読者の皆様へご用意しました、何度ご用意しましたそれからですねもう一個ね、最後のね、この慰安婦初の証言、91年8月11日の朝日新聞でね、社会面トップ、思い出すと今も涙、元朝鮮人従軍慰安婦、戦後半世紀重い口開くと、こういう記事だよ、これはそのこれは上村隆の金学順っていうね、金学順っていう女性なんだけど、これは要するにその上村隆っていう記者が書いたんだけど、はい、彼の、 その嫁さんが韓国の女性で、その母親がそういう運動の活動をしてる人なんですよ、ね、それで義理の母親、ね、義理の母親、そうだから義理の朝鮮でその運動してる人たちの義理の母親 の娘さんを直前に結婚してるんですよね、そう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 、上村隆さん、ね、それでね、うん、これはね、そこから情報を得たんじゃないかというようなことも言われたんだけど、そうじゃないということをこうしきりに言うわけだよ、ね、要するに上村氏の記事には意図的な事実のねじ曲げなどはありません、91年8月の記事の取材のきっかけは当時のソウル支局長から情報提供でしたと、義母との縁戚関係を利用して特別な情報を得たことはありませんでしたって書いてるんだよ、それで昨日ね、西岡さんなんかと話してて、西岡さんがっていうか日本中さんで、その桜井さんだったかどっちがおっしゃったんだけど、要するにね、例えばそのソウルでね、ソウル支局の朝日の支局員がね、このその、金学順のニュースをつかんだとするじゃない、ね、そういったのになぜね、大阪からね、上村その頃大阪支局ですよ、社会部ですよ、大阪から行ってたね、上村が聞くのかと、普通だったらですね、スクープだと、金学順という今まで慰安婦の女性出てなかったんだから、その人の証言が得られるとなったら支局長の支局の人がさ、やるでしょ、普通新聞社で、はいはいはい、だってさ、誰だってスクープ狙ってんだから、で支局長が忙しければその支局員がやりますよね、うん、何も大阪からわざわざさ、はい、上村を呼んでやるわけないじゃない、そうです、だからこの証言自体も非常に怪しいんですよ、はっきり言ってね、っていうことを言っても、なるほどなと、それは思いましたね、昨日か一昨日かね、朝日新聞の OB に私もちょっと聞きましたらね、やっぱり大阪はその、まあ、特殊だというと言い方変ですけども、うん、大阪はその、はい、なんか突出してる面がある、この人権問題に関してですね、というまあ韓国の人も多いしね、この背景にもそういうのがちょっとあるのかなって、うん、例えばね、うん、朝日新聞だけじゃなくて産経新聞なんかでもそうなんですよ、うん、実はね、うん、実はその産経新聞なんかでもその人権問題に対するいろんなものがあって、うん、それは僕なんかから見るとな、おかしいじゃないかと思うようなことが大阪から出向されたと、過去ね、うん、いや、そして先日朝日新聞の OB に聞いたら、まあそういう面もあるんだと、うんうん、この問題もやっぱり大阪が先行してですね、うん、それから、まあ、もちろん東京も入っていくわけですけども、うんうん、まあ、そういう経緯があるみたいなことをちょっと言ってましたから、ね、それでね、うん、そのこの金学順っていう女性はね、その親にね、
キーセンとしてね、そのキーセン学校に行かされたと、売られたと、いうことを言ってんです、後に、はい、言ってね、でそういうことは一切朝日は書かないんだよ、はい、この朝日のその告白で。それからその、後でこの畑さん の, その本にも出てくるけど、うん、いろんなところで言った証言がいろいろ違ってるんだよ、はい、コロコロと、はい、彼女の言うことはね。だからその信用ならないんですよ、はっきり言って。だから そういうものを大々的に取り上げたね、そのこの上村さんのね責任も大きいんですよ、これはっきり言って。それがね、特別な情報を得たことはありませんでしたで済ましちゃってるんだよな、これ。意図的なねじ曲げなどはありませんとかさ、うん、これもうあれ結論言うみたいで悪いですけど、うん、結局そのなぜね、うん、もうさっきから話をしてるようにもう、うん、例えば吉田誠二だって、うん、謎の人物ですよね、うん、はい、得体の知らない人物、それからも話もそのなんでその強制連行の話なんかでもありえないような聞いただけで、うん、我々聞いただけでおかしいと、おかしいやろ、停止に対処してじゃん、そうだと、うん、ところがなぜですねこんな、これがもう大体的に朝日新聞で、うんうんうん、根っこは一つですよね、うん、要するにその自虐士官ですよね、うん、そうそう、日本は悪い国だと、うん、ね、うん、日本は加害国なんだと、うん、今日 の, あの朝日新聞もそうなんですよ、うん、今日の朝日新聞がね、うん、今日の朝日新聞ですけどね、うん、今日の朝日新聞でその何書いてるかというと、うん、要するにその安倍さんがですね、全国戦没者追悼式の式辞で、うん、日本は悪いことをしたという加害責任に触れなかったということで、それは問題にしてるんですよ、うん、昨日の社説でもそうなんですよ。そうなんです、そんなことばっかり言ってるんですよ、うん、そうそう、どうしても日本をね、うん、日本をその戦争犯罪国にしたいというのが朝日新聞なんですよ、うん、それが朝日新聞の戦後一貫したね、はい、一貫した主張なんですよ、うん、もう昔は朝日新聞はそうじゃなかったんだけども、うん、終戦直後にですね、原爆GHQ からですね、そうそう、発行停止されて48時間発行停止、うんうん、それでゴロッコロッと変わって、うん、日本を叩くようになったんですよ、うん、GHQ におもねってですね日本を叩くようになって、ずっとそれ以降あれですよ、この最後一貫して日本の戦争責任というか日本の戦争犯罪を追及してきたというか、犯罪があればいいでしょ、うん、いやそうじゃない、日本は日本の 理由はあるし、立派に戦ってきたわけですよ、アジアの光だったと、ある意味ではですね、戦後日本が戦ったことによってたくさんのみんなアジアの人たちが独立したわけですよ、戦争を煽ったのも朝日っていう勝手に、うん、その前はもう戦争を煽ってたわけですからね、うん、だからそういうね思い込みというかその自虐士官がですね、日本は悪い国だ、侵略国家だと、うん、あるからこそですね、こんな嘘が出たら嘘が出たらね、疑問もなく入ってくるんですよ彼らには、うん、我々から見ればこんな馬鹿げたことないじゃないかと思うようなことをですね、うん、彼らはもう真に受けてやってるんです、うん、問題はこれだけじゃないんだということなんですよ、そうそうそう、歴史問題、靖国参拝にしろですよ、南京大虐殺にしろですね、南京事件なんて南京大虐殺の幻なんですよ、もうこれはもうね、専門家にもう山本千恵さんとかね、うん、鈴木明さんがね書いてるんですよ、100人切りとかね、南京大学の象徴的な事件の100人切りなんかね、ありえないんですよ、でもそれは証明されてるの、だけど朝日は一向に訂正しない、しかもね、そのあれはね、その本田勝一の中国の旅っていう本が元になってるんだけど、その中国の旅についてはですね、向こう、中国側からね、あてがられたね、証人の証言をね、そのまま書きましたと、そういうことは本田勝一も認めてるんだよ、新聞記者ならね、誰かから話を聞いたら検証しろよと、はい、ね、それが本当かどうか、う嘘ついたかもしれないんだから、うん、それを検証もしないとそのまま垂れ流したわけですよ、それがデタラメだったわけですよ、そういうことはさ、その本田勝一以外の朝日記者はどう思ってるのかね、今回と一緒じゃないですか、同じなんだよ、本田勝一が垂れ流したと、吉田誠二を垂れ流したと、同じじゃないですか、同じなんだよ、だからね、次はね、南京だね、うんうん、本当に言って、南京をね、訂正してもらわなきゃね、だから歴史問題というのは、すべて朝日新聞の捏造と言っても過言じゃないと。過言じゃないですね。で今度のね検証を聞いてね、しかももう一つ気に食わないのはね、他氏の報道はなんて書いてんだよ、ね、で産経もやってて読みにも書いてたと、ね、そんなのはいいんだよ、それは他氏がやることなんだ、他氏が自分でね、まあ、訂正なりお詫びなりすればいいことでね、実際もうそういうことしてるとこもあるんだし、それでね他氏がやってたからどうだと言うんだと、てめえのことをこう書けると、はっきり言って他氏の報道はだからね、読売毎日産経新聞の記事を調べたと余計なことしてんじゃないんだよ。はっきり言ってね。
いやこんなに大々的に継続的に取り上げたとかないんですよ朝日新聞本当だ以外にですね。そうだよ何を言ってんだったら。それでさっきから再々出てるね、はい、今度は責任問題になるわけだよ。そうです、ね、はい、あのねその朝日新聞のね、うん、その三大誤報事件だよ、はい、いわゆるその伊藤律架空会見機 KY35 事件、はい、伊藤律架空会見機はね、はい、その社員はもちろん辞め、はい、編集局長大阪の編集局長もね、クビですよ、はい、それから35事件、うん、編集局長もちろんクビ、はい、でその当事者辞め、はい、で社長も辞めたんですよ、一つ柳さん、東一郎、辞めたんですよ、一つ柳さん、で一つ柳さん、それでじゃあですね、あれも辞めてますよ、あのなんか長野でですね、うん、長野で要するに虚偽メモ事件と、はいはいはい、亀井静香と田中康夫が架空に会見したという嘘を出ちゃう、あの会見してなかったから新党立ち上げて、うん、これも会長が辞めてます、うん、それでね、事、うん、のね重大さから言ったらですね、伊藤律架空会見権がねある記者のその手柄話でね、はい、別に影響力大してないですよ、デタラメな記事だったのは間違いないけど、はい、それからねその KY 産業だってね、はい、まあそれはそういう意味ではね、その広がりはないですよ。記者の個人的な問題だ な問題だ、うん、ところがですよ、今回の問題は、うん、一番冒頭に言ったように、うん、世界的に日本が制度例として非難され、制度例を使った国として非難される国際問題になっちゃってるんですよ、はい、どっちが責任が重いって言ったら、こっちの責任の方が100倍も重いんだよ。ともかくね、うん、その要するに今国際社会で最初に言ったように定着してるというのはね、うんうん、もしですよ、うん、我々日本人が安倍さんでもそうなんだけどね、うん、要するにもし日本人がいやそれはもう嘘なんだと、うん、ね、共生連合なんかなかったんだと、うん、それからあの南京大虐殺もそうですよね、うん、あれ幻なんだと、うん、言えばね、うん、今やそのナチスのね、うん、ガス室、うん、ね、うん、ナチスのユダヤ人虐殺、うん、それを否定したのと同じように扱われちゃうんですよ。また俺みたいになっちゃうんだまたやめなきゃいけないみたいな、うん、あ本当ですね知ってていやいやだからそれ大問題じゃないですか、はい、大問題ですよ、嘘がそれ固定しちゃってですね、そういう話になっちゃうんですよ。そうなんだよ。でね今日のねだからね、うん、これでも責任全然感じないの、はい、今日の社説だよ、ね、うん、日本と韓国国防責任に向かってて、朝日新聞は今月慰安婦問題について特集を組んだと、過去の報道の誤りを正すとともに慰安婦問題の本質は普遍的な人権の問題であることを示したえなお書いてるんだよ。胸張ってるんですか、うん、そでね、これはね、うん、僕はその要するに謝るに謝れないのがこの、うん、だから苦悩してるんだと思うよ。苦悩って言ったら変だけど、いや苦悩してないじゃん、一点抜刀してこれ出して、うん、いやそれはね、うん、いやさっき言ったようにこんなに重要なことはないわけですよね、うんうん、ところがね、うん、もしこれを謝ればですね、さっき言ったように歴史問題というのは全て朝日新聞の捏造と言っても過言ではないでしょ、うん、その南京大虐殺、他にも波及しますね。 そうするとね、今月号のね、あのウィルでですね、うん、あの久保浩司さんがこんにゃく問答で言ってるんですけど、うん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 、要するに朝日新聞のね、アイデンティティクライシスだということを久保さんが言ってるんですよ。要するに朝日新聞、さっき言ってるように自虐志願が元になってね、アイデンティティクライシスは朝日の存在そのものが問われてるわけです。もし謝ってしまえば全てに波及するし、朝日新聞もう廃業しましょうと。廃業だよ。いや本当にそういう話になっちゃうんですよ。社長が辞めるところじゃすみませんよ。廃業です。いや多分これ関与してる理由は、いやだってこれはね、体質ですか。これはね、はっきり言ってね、この2ページの記事を出すためにはね、翌日も出したんだけど、要するに社内でね、相当な、ね、やっぱりその論議を行われてるのね、さっき言ったようにその4月かなんかのね、その九州の会合でね、 OB が言って社長が言ってたぐらいだから、もうその頃からでねやってたわけだよ。だからね、もう慎重なね、もうなんていうか検討を経た上でこれにしてるわけです。そらそうでしょ。だからそれは今山際さんのおっしゃったように、もしここで謝ったらもうその私も立ち行かないと。いや、もう立ち行かない、もう全て否定しなくちゃいけない。謝らないんだよね、はっきり言って。だけど、うん、謝らなきゃそのダメ、はっきり言って。これは昨日桜井さんも言ってたけど、あれだよ、その大体これその英文で出さないわけだよ。英文サイトに出してない、ね、出さない、ね、だからこれは世界にね、あるいは国連の人権委員にね、朝日新聞はね、自分のところはこう間違ったと、あるいは韓国に対してもね、こう間違えましたと、間違った結果こういうことになってますということをですね、そのちゃんと出してほしいんだ、朝日は、はっきり言って。出さないのはおかしいですよね、うん、反省してないってことおかしいんだよ、はい、それをまずやるべきですね、これね、
結局私なんかもね、例えば安倍政権がですね、うん、あれだけその河野談話を検証しですよ、うん、これ要するに朝日新聞のその捏造報道が あれにつながり河野談話につながり、うん、そのアジア女性的につながって今日に至ってるわけですけども、しかしその安倍政権はですね、河野談話を検証しながらですね、うん、河野談話は継続すると、うん、なぜそんなことを言ってるかというと、うん、要するにそのもしこれをね安倍政権でも否定すれば、うん、もう、まあ、もうあの完膚なきまでにバッシングを受けちゃうわけです。日本の朝日新聞はもちろんで、うん、朝日新聞だけじゃなくて、うん、いやこれは女性の尊厳の問題だと、うん、ね、言って開き直られてバッシングを受け、アメリカのメディアもアメリカのメディアは知らないし、これそのナチスのを否定したのと同じように扱われちゃうわけできないわけです。いやだからこそですね、いやこのなんというか要するに国内でね、日本人がこの問題を、慰安婦問題についてはこの朝日の捏造だったんだということで決着をつけない限りはね、はい、そうです、これを英文にして決着をつける国会で、はい、国会でですね、はい、朝日新聞関係者を喚問する、それから河野洋平氏も喚問する、はい、なぜその嘘がね、はい、強制連行の嘘がその性奴隷の嘘へとですね世界的に定着するに至ったかというそのメカニズム、はい、なぜそうなったのかというとことん追求して白黒をつけると、決着をつけると、そうして世界に明らかにする以外にこの問題を解決しようなんかないよ、うん、そうそう、このダウン、うん、このダウンのね否定はね、これまではそのいろんなことがあったからね、それで朝日のまた逆のバッシングもあるかもしれないからね、まあ用心深く安倍さんもやったと思う、しかしこれが出た以上はですね、今度はこのダウンを見直しね、俺してもいいと思うよ、朝日もこう訂正してんだよと、だからこれ見直しますと。だってね、河野さんはね、強制連行あったんですね、あれには書いてないんですよ、強制連行とは、この談話には。だけど、記者会見で、強制連行あったんですねっていう質問したときに、うなずいてるんだよね、うん、そう考えていただいて結構ですみたいなこと言ってるわけですよ、だからそれ認めてるわけですよ、そうなんですよ、だからね、とんでもないんです、だからね、河野はね、国会に呼んでね、しかもね、そのこの前、産経新聞がね、スクープしたようにそのこの談を出すときに韓国側とすり合わせをしたわけでしょ、うんうん、であれについては河野はすり合わせなんかしてなかったと公の席で言ってるわけだから、それについてそれは嘘だったわけだから、そこをちゃんと追及するためにも河野は本当は国会に呼ぶべきです。でも国会にはその犯罪者以外呼んだことがないとかなんか言って呼ばないよ、うん、はい、そしたらね、少なくともね、その自民党内でね、自民党の総裁だったんだから、はい、そうでしょ、一応そうです。だから自民党内でなんかそういう委員会作ってですね、検証委員会でも作ってですね、こういうのを呼んでですね、徹底的にね、追加する。まず自民党ですね。そうなんです。確かにそうだね、うん、まず自民党内でやると、うん、そうやったらできんだから、元気がないね、そういう声がどんどん出てこなくちゃいけない、うん、いや少し出てるんですよ、でも、まあ、自民党当時、この談話否定してないですし、うん、あと河野洋平を出世させてるんですよ、衆議院議長をやらせてますから、ね、僕は自民党ものすごく不満だね、はい、問題だけじゃなくて集団的自衛権のね、出世させちゃってる人間を今さらひっくり返すっていうのは大変だ、いやそんなことない、いやそんなことない、だってもう誤ってたんだからさ、間違ってたんだから、はい、それちゃんと自民党がやった、いやともかくね、自民党はね、例えば集団的自衛権の行使の問題だってね、うん、集団的自衛権の行使なんて当たり前のことだから、うん、こんな議論してるのは世界で日本だけなんだから、そうだってそう、国連憲章で認めてるんじゃないですか、じゃあ文句言うんだったら国連憲章、国連に加盟してる190各国みんな文句言えよと、いやそりゃそこでしょ、みんな戦争に巻き込まれるって言うんだったら、じゃあ190何カ国はみんな戦争巻き込まれるんじゃないかと、問題なんじゃない、国連憲章で認めてるんですよ、はい、こんな議論をしてるのはね、個別自衛権だとか集団自衛権、日本だけ、それなのにね、つまりいやそれ自民党は与党なんだしね、要するにね、昔の青嵐会じゃないけど、やっぱりそう志あるやつはどんどん言わなくちゃいけないんだよ、不規則発言でも何でも、いや物を言うことは自由なんだから、言論の自由があるんだから、いやそういうことを言わなくちゃいけないですよ、もうなんか知らないけど左翼的なマスコミだとかなんとかにやられちゃってですね、ものすごく不満ですね僕は。あとね、やっぱ国連人権委員にね、うん、きちんとした英文のね、うん、この事実をね報じるものをまず届ける、うん、あるいはクアラスマミさんってまだ生きてんだから、そうですね、クアラスマミのところに行ってね、インドネシアにいるんでしょ、で捕まえてさ、こここうですと、で彼女にね、撤回させるなりなんなりね、すべきですねこれね、俺が週刊誌かなんかやったらもうすぐクマラスワミのとこ行って、こうですけどどうですかって聞くけどね、うん、今ウイルはそれほどの機動力がないので、できませんけど、そうクマラスワミ捕まえてさ、
もう見てる人、あんたの言ってたことでこんなことになってんだけど、はい、これあんたの証言の元になったこれは全然デタラメだったということを朝日新聞が認めたんだけど、どうなんだとこう突きつけるよね、はっきり言って。熊原諏訪美もそうだし、それからあのマイク本田もそうだし、うん、そうそう、うん、だってこの間もさ、うん、韓国側ね、うん、アメリカにその慰安婦連れてってね、うん、向こうの報道官の女性かなんかがあってね、ひでえって日本避難の証言なんかしてるわけだよ、うん、だけど冗談じゃないんだよ、で彼女たち何も知らないわけだからさ、うん、報道官でも全てがね、うん、そう何も知らないわけですよ、何も知らないんだよ、そのさっき言ったナチスてめえたちがやってた極端な戦争犯罪だということになってるんですよ。そうだよ、うん、自分たちの米軍が何やってんだと、で韓国だってさ米軍向けの慰安婦が今現在ただいまいるわけじゃない、はっきり言って、そう、それでその、うん、現在慰安婦がいて、うん、でその元慰安婦、その一部の元慰安婦がですね、うん、韓国政府を訴えたりしてるじゃないですか。そういうことは全然知らないです、現在進行形ですからね、米軍慰安婦に関しては、うん、てめえたちのね頭の配慮へと言いたかったね、私は、はっきり言って、あの小学生を連れてった挺身隊とかっていうのは、あのサムソンの工場で今でも小学生を働かしてるっていうのも、これ、うん、なってましたね、なってましたね、はい、うん、未だにそういうのもやってますし、うんうん、とにかくね、この朝日のね、この中途半端なね、そのまあ形勢というかな、これで逃げ寄せると思ってるのかね、まあ思っていてもこっそり終わらせようとしてる、これでこそっと終わらせられるように、うん、まあこれについて知ってしまったっていう事実作らないだけですよ。僕はね、朝日新聞のね、これ終わりの始まりだと思うよ、これ、はい、これね、相当なね、要するにここでね、はい、きちんと謝ってりゃまだしもね、はい、謝らないでこれ逃げようとしたのはね、これ相当のねダメージになると思いますよ、これ、うん、謝ったってもちろんそのダメなんですけどね、その責任取ってほしいわけですけど、今日の社説でそう胸を張ってるんです、再び胸を張ってるんですね、胸張ってるんだよ、とんでもないのよ、はっきり言って過去の誤りを正すとともに、慰安婦問題の本質は普遍的な人権の問題であることをすり替えたと、すり替えでしょ、すり替え完了したと思ってるんですね、これで、だからね、だからそれでもう一つ言いたいのはね、僕ね、朝日のね、朝日にもね、その記者がたくさんいるわけじゃない、若い記者だって、で彼らはね何してんのかとね、はい、かつてのね、はい、先輩記者がこういうことをした、うん、この誤りを認めたと、うん、誤りは、うん、じゃあ今の若い人たちはそのことについてどう思ってるのか、うん、もっと発言しろよと、うん、お前らジャーナリストだろうと、うん、ジャーナリストだったらね自分自身の考えでね発言しろよ、うん、それがこれが正しいのかどうか、でも運もそうもないんだよ、うん、ネット上でもね、うん、あんまり言ってないらしいですよ、僕は自民党と一緒だ、うん、だからそれはね朝日の若い記者はねどう思ってももっと上を突き上げろよと、はい、はっきり言いたいですね、まあ組織が大きいからいろんな記者もいるわけですよ実際はね、うんうん、いやいると思いますよ、さっきの前川さんじゃないけど、そうもっとまとめ出した人もいるんですよね、うんうんうん、あとはまあ NHK はじめ東京もしかしたらウイルにその、はい、内部告発垂れ込んでちょうだいと言いたいですね、いいですね、はい、朝日の記者がねこの見てるかどうかは分かんないですけど実際ね、うん、いや見てるでしょそれ、うん、まあでも本当 NHK はじめね、うん、あの東京のメディアっていうかテレビでもこれテレビの報道なんかどうなんですか、テレビは全然やってない、やってテレビは関西系だけやってる、あの読売テレビと日テレと、日テレがあのミヤネ屋でやったの、うん、そこからフジテレビもちょっとやったんですか、うん、あれ報道に西岡さんが出て、そうちょっとやるけど、だけどねもうテレビ朝日全然やってないでしょ、運もすまない、うん、でもテレビ朝日が一番罪は重いんですよ、はい、だけどもう何にもやってない、従軍慰安婦の報道を普段ずっとやってきたのに、うん、この訂正記事が出てきてから黙ってるだけなんですね、うん、卑怯なんですよね、うん、はい、そうなんですよ、テレビ影響力大きいからね、はい、それちゃんとやってくれないと困るんですよ、テレビにならない限り本当のあれにはならないことなんですよね、うん、だからこそ、まあ、新聞朝日は、ね、読む人も少ないですから、うん、もはや、うん、あの部数が減ってるわけですから、うん、こそっと謝ったって事実作っただけで、 ABC で言うと、テレビは、ね、ABC で言うとね去年のね上半期からね、うん、朝日は ABC のデータでも17万部ぐらい減ってるんだよ、読売、うん、はまあ30万部ぐらい減ってるんですけど、うん、だからね、まあ、17万部じゃない、聞かないでしょうね、はい、相当減ってると思いますよ、うん、それはそもそもあの上村隆史は、ね、退職してから
この記事で出してるタイミングを測って出してるわけですからね、うん、なんか責任取りたくないんじゃないですかね。でも退職してるからって言うけどさ、はい、川村二郎って元週刊朝日の編集長がいたんだけど、うん、最近になってねその朝日批判書いてるわけだから俺が遅すぎるよとか言ってるんだけどね、はい、あの同じ頃編集長やってたからね、はい、でってのが遅いんだよとこう言いたいわけだけど、はい、彼は社友だったんだよね、まあ、OB はみんな社友だから社友の資格を剥奪されたんだよ。そうなんですか。されたんだって。そういうことができるんだね。それとこんな梅村とかさ、みんな剥奪だよな。あーなるほど。社用資格、はいはい、剥奪してるのかどうかね、分かんない。まあ守るんじゃないですかね。守るとかね。だから要は裏切り者出さないように喋らせないためにそれやってて、うん、朝日の OB でも当時こうだったっていう人が出てこないように今縛ってるんでしょ、ね、多分前川さんも剥奪されるんだろう、はい、あれじゃ。なるほど。あ、前川さんは喋る気なかったけど、うん、言わざる両親の呵責でちょっと喋っちゃった、ね、たまたま、はい、ちょうど宮田が行った頃に韓国の特派員だったからね、はいはいはい、タイミングとしては非常になんていうか、これね、まともな両親を持ってたらあると思うんですけどね。要するに日韓関係もあれなんですよね。ガタガタにしたんですよ、この問題でね。そうです、そうですよ。韓国もね、さっき吉田証言でその、はい、マイク本田決議の討議材料になったとかね、クマラソラミが吉田証言を引用してるとか言ったけど、韓国も実はなんとかというね、まとめてるんですよ、あの従業員違反問題についての政府として の、 あのまとめ書きがあるんですよ。 その、ね、統一見解があるわけですよ。その中で吉田政治を使って引用してるんだ。だから日韓関係、朝日新聞がこうやったことで日韓関係もズタズタにする。だからね、バーククネはね、歴史を直視しないものはって言ってるけどね、歴史を直視したらね、こんな大変なことになります。全部歴史直視でよとはっきり言って、うん、いやだから朝日新聞が日韓関係を良くしようとして無茶苦茶にしたっていうことなんですよね。よくしようとしたよくしようとしたことが分かんない。良くしようとしたじゃないですか。だからむちゃくちゃにしようとしたんだよ。だから、うん、なんかこうネジ巻きすぎて元に戻せないところまで巻き切っちゃってて、うん、ネジが壊れちゃってるんですよね、うん、だからこれ韓国側もこれを一回検証し直しし始めると国民に説明がつかなくないところまで行っちゃってると思うんですよね。だから日韓関係これで良くならないというか。いやだからこれはそのやっぱり朝日がきちんとそういうふうにやってもらわない、朝日にやってもらわないと困りますよね、はい、朝日が自らそのやるべきだよね、はい、そういうことをね、国際問題にしちゃったんだから。まだ朝日新聞の社記っていうのは旭日記として認定されてないんですけど、韓国でね、ついに認定される時が来るかもしれないですね。本当の話ね、全然関係ないものは全部に旭日記だって言って韓国では問題になってるんですけど、朝日だけは友達として未だに扱われてますからね。まあ本当に最近小電車から出た本で、ヘンリー・ストークスというね、はいはい、イギリス人のジャーナリストがいるんですけども、どういう人かというとフィナンシャル・タイムズの東京支局長をやりですね、それ引き抜かれてニューヨーク・タイムズの支局長をやったヘンリー・ストークスさんという人が出てて、で小さな小電車から新書を出してるんですけど、その中に書いてあるんですけども、要するにこの南京大虐殺なんて大嘘だし、そんなことはなかったんだって、自分はね、目が覚めたって言うんですよ、日本に長く今いろいろ研究して、もう戦後士官というのはね、やっぱりこれ占領国の士官だったと、つまり白人 の、 歴史官だったと、で東京裁判士官というのは、で自分は目が覚めたと、でその南京大虐殺なんかありえなかったし、それからもう慰安婦、従軍慰安婦問題なんていうのは語るに値しないと。いうことで、これで問題はね、この歴史問題がね、日本の場合はね、結局日本の内側から焚き付けられてると、ね、日本の内側から焚き付けられて、それにその中国なんかが便乗した形になってると、でこれをどうするかと、これをどうするかということについては日本人だけが考え、日本人に考えてほしいとよく書いてるんですよ。これはその通りだと思うんですよ。で我々がこれに決着をつけなくちゃいけないんですよ、はい、朝日新聞が焚きつけたものはね、朝日新聞があのあいつを狂言回しにし、吉田政治を狂言回しにし、それから南京大学生ってですよ、東志郎なんていう狂言回しがいるんですけども、そういうものを狂言回しにしですね、焚きつけてですね、これが国際問題になって、そしてそれに中国が あれ便乗して日本叩きが行われたと。だからそれを一体どうするんだと、日本人としてですね、はい、どうやって日本の名誉を回復するんだと、日本を取り戻すんだというのをやっぱり我々が決着をつけていかなくちゃいけない、と思いますね。いや本当そうですよ、それは。
時間がもう超過しちゃいましたけど、キリがないんで、これ何かあれですか、何かいい意見があったら聞きたいですね。いい意見いっぱい、ちょっとたくさん、はい、もう朝日の終わりの始まりは本当だろうというふうに、終わりの始まりこれは本当に、あとまあ舛添も同じだっていう話ありますね、うん、でまあとにかく今回ので言うと、まだまだその朝日の終わりが始まりであって、あと南京大虐殺もありますし、あと東京のメディアのテレビがまだやってないので、まだまだ知らないんですよね、うん、で、まあ、知らない人が多いですね、はい、知らない人がまだ多いし、この、うん、まあ、ウィルではね、このそこの後ろにあるんですけど、2005年の段階で朝日新聞をさばくっていう特集をやってるんですよ。10年前に創刊してすぐに朝日新聞を叩くっていうのをやって、でやっと今こういうところまで来たと、小沢はやっと終わりましたけど朝日はこれから花田さんの、いやいや朝日とんでもないですよ、はっきり言って、いやいや叩きつんじゃないんで別にちゃんと真っ当な批判をしてるわけですよ、日本の、ね、マスコミがおかしいもんですよ。だって今ね、はい、中国だってですよ、うん、中国の昨日靖国に参拝した後ね、帰りにイリハムさんという日本ウイグル協会の理事長のイリハムさんという人会ったんですよ、うん、私聞きたかったのは要するに最近ほらなんかウイグル女性が不穏でしょ、ここで一体 何人ぐらい殺されてんだ、うん、死んでんだと、うんうんうん、聞いたらね、うん、RFA というラジオフリアエイシアというその一番そのなんて信頼されてるところの調べによると、うん、調べっていうか、うん、なんか連絡に、入った連絡によると3000人ぐらい死んでるって言うんですよ、うん、いやそういうことが現に中国なんかで起こってるわけですよ、ね、ところがね、うん、マスコミは何を報じてるかっていうと、いやイラクがどうだとかね、ウクライナがどうだとか、それからガザの情勢がどうだとか、それもう一生懸命毎日のようにやってるじゃないですか。全然中国でこんな大量殺人が、我々がしかし影響力が行使できるっていうか、要するに我々は隣国ですからね。そうですね、はい、我々がその関心を持たなくちゃいけない、マスコミが報じなくちゃいけないのは、その尖閣でありね、東シナ海であり南シナ海であり、ウイグルでありチベットなんですよ、そして南はモンゴルなんですよね、だからところがもう日本のマスコミ、私が言いたいのは日本のマスコミがいかに歪んでるかと、ね、大事なことを報じないでね、そんな遠くのね、全然日本が何もできないようなところの話ばっかりしてね、いかに歪んでるかと、いやそれはね、もう本当に歪んでると思うんですよ、日本のメディアは。この問題でもそういうことが全く明らかになってですね、だからウイルが悪口言ってるとかなんとかじゃなくてですね、あまりにも日本のメディアが歪んでるからね、あまりにも左に傾いてんですよ。そうです。だから少しまともなことを言うとですね、右翼だとかですね、声が大きいとかですね。いや普通のことを言って、本当に普通のことを言いたいわけですよ。いや大きな声で言わないと、うん、だから向こうの勢力の方でかいんだから。だから討論会やったってね、はい、そのはっきり言ってもう本当に多いんですよ。山際さんはね、山際さんは声がでかいって言ってね、言われるけど、しかし相手がたくさんいるんだからしょうがないんだよ、対抗するんだから、こっちは小人数で、でかい声出さなきゃ対抗できませんよ。だから本当にこの歪みを少しでも直していくというか、マスコミのね、歪みを少しでも直していくということは本当に日本を取り戻すということで一番大事なことかもしれない。安倍さんを応援するけどもね、安倍さんを日本を取り戻す人は本当に感動して応援してきたけどね、しかしやっぱりね、ダメなのは周りがあれしないと、もっと周りがサポートしないと、自民党だって、はい、どうしようもないしね、はい、それからメディアがこの惨状だしね、はいはい、でやっぱり国民が声を上げてね、国民がやっぱりこう日本を取り戻すというか、はい、誇り高き日本をですね、はい、そうです、うん、ということで、はい、時間になりましたが、もう時間もオーバーしましたね、支えてくださるようにしたウィルを買っていただいたり、この山際さんのね、本を買っていただいて勉強して回りましょう。この、ね、山際さんの本がね、はい、総括して非常に分かりやすいので、ね、はい、これをぜひ、ね、読んでいただきたい。から始まったヤング問題、読んでいただきたいと思います。でこの辺を読んでいただいて、そうですね、勉強していただいてです、ね、周りを説得していただくと、はい、で余力があればこのチャンネルの入会していただいたりとか、ね、お金は出せないという人はお気に入り登録せめて、はい、していただければと思っております。いやもう本当にね、しかしこれは
言いたいことがね、はい、いくらでもあって、来月号はですね、26日発売、もう大々特集をやりますんで、はい、ウィル総力を挙げて、はい、増ページしてですね、はい、やっておりますんで、ぜひ朝日の最後が近いということで、ボルテージも上がってきましたということで、はい、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。どうも山井さん、ありがとうございます。ありがとうございます。山井さん、ありがとうございます。いや、面白いね。